NMB48 1分間想像お絵描き対決。はい、NMB のメンバーは1分間でどんな絵を描くのかという実験企画でございます。絵のテーマはね、もう超ふわっとしてて、例で言うとこう素晴らしいみたいな、でもすっごい超ざっくりしてるからみんなの想像力が問われるという企画です。それでは始めましょうか。お題発表しますね。ざっくり、じゃあ発表します。お題はとんでもない。とんでもない、やばい、難しいよ、難しいよ、どうしよう。いける、みんないけるよ、もう咲いてるで。え、違うって違うって、ちんや、ちょっと待って、1分間から。1分間、レイチェル、いいか、はい、じゃあ1分間想像お絵描きスタート。ちん、どうしよう、もうそんなん思いつきやろ。カメラ回ってますよ。あ、ちょっと変えよう、1分間やんな、とんでもない。1分間短いで、短いと思って雑に描きすぎたら結構長かった。できた、できた、結構長いやん、ほんまに。 OK、 みんな OK。 じゃあこうリボンつけとこう。とんでもなかったらいいねやんな。どうしようどうしようどうしよう、とんでもなくない、別に。みんな何描くのかな。とんでもないってほんとざっくりしすぎじゃない。こんな来ると思わなかったんだけど、あんま使わへんからさ、分からんかった。まだ素晴らしいの方が良かったよな。分かる、素晴らしい。終わりました、終了。はい、ということで順番に見ていきましょう、はい、誰か行きますか。レニアから行く。じゃあ私から。レニアから。あのね、以前アルパカの絵を描いたことがあって、その絵心のなさがとんでもないと言われたので描いてみました。キモー、アルパカでーす。待って待って、トイプードルっぽいって。なんか、なんか体がキモい。キモい。アルパカ見たことある？いやいや、もうあの牧場のイメージがありましたから。あ、そっか、うん、いや特徴1個も掴んでないよ。見ての上、見た上での絵だから、これひどいひどいひどい、ひどいな。めっちゃとんでもないです。とんでもない。ありがとうございます。次はレイチェルで。はい。いきます。レイチェル。こんな感じです。あ、レイチェル。はい、あの高価なものをもらって、とんでもないとんでもないみたいな。ああ、そうじゃない。うちもとんでもないです。なるほどね。とんでもないですの、これ高いもので、うん、でこっちちょっとあの。お金が困ってる人で、うん、ああなるほどね、と、あ、とんでもない、使ってくださいみたいな、とんでもないわ、とんでもないね、とんでもなかった、やっぱ脳が若いねんな、あ、そっちに行かんかったよな、私、行かなかった、やっぱ想像力まだまだいいよ、はい、想像力、想像力いいですよ、いいですね、ありがとうございます、赤井ちゃん、はい、どうぞ、とんでもないおっぱい、あ、とんでもない、あ、でも絵心ってあるくない？ある、いや、顔、顔、顔はあと後のつけたし、同じレベルじゃん、なんか顔、ちょっと待って。いやもうあのメインこっちやから、すごいで、あのもう肩からはみ出るっていう、隠れてないもん。でもさ、こういうグラビアの人いるよ、ね、いるやろ、ほんまに。そうなんかさ、よくさあのグラビアさせてもらって自分の雑誌とか見て、うん、最後の方のページとかに載ってる人こないやんな。そうすごいよな、こっちのプロの人たちやから。そうやんな、トップしか隠れてない、ね、すごいですよ、くびれもしっかり描いて、すごい、とんでもない、とんでもないですね、いいね。はい、じゃあ次は私、せーの、じゃん、いやー、何それ。これ、ね、それさ、生誕 T シャツ、生誕 T シャツって書いてなかった。何これ、あのね、これ私去年の生誕 T シャツの絵。嘘やろ、売れたん、これ。とんでもない、これ意外と着てるよな、着てる人多い、緑のね、緑の、よう着てんな。いやでも、あの人ほんまにほんまによく着てくれるなと思うけど、いや、なんかほんまに嬉しい。私のアルパカのやつもね、T シャツになってて、みんなこれ着てる。ペンペン取ったんでっていうテーマでナンバーワンって書いてるやつ来てくれた。誰かひどいやつあったくないもん。矢印、リーちゃん、リーちゃん、いや、はい、こんな感じ、ありがとうございます、来てくれて。はい、じゃあ最後、最後いきますか。ちょっと完全落ち多いですね。待って、私今日落ち着けられへん日やで。いい、せーの、じゃーん、とんでもない、とんでもない、病んでますか。どうした、とんでもない、ちょっと待って、卒業前にどうした。とんでもないっていうか、何が起きた、うわーってなった時の、え、
一個あれもう一個あれ。なるほどなるほど。こっちが本命かな。行ってみよう。いや、気持ち悪い。やばい。大丈夫？大丈夫？なんかいや、ほんまに悩み抱えてる。なななえ、ナナさんって何者なんですか？私人間ですよ。とんでもないみたいなお題の時にとんでもないって書くんが一番そう一番赤いやつ。いやにこれのテーマがあって、うん、人間やねんけどなぜか体が棒になってるっていう。いや棒取れんじゃないこれこれ人間なんですか、うん、人間しかもなんか二足歩行なのか何なのか四足歩行なのか。いやもう気持ち悪いわ、ね、とんでもないですね、うん、とんでもなかった、ね、はい、一番とんでもないのは何なんじゃない。はい、NMB の想像力はこんな感じでした。以上NMB48 1分間想像お絵かきでした。バイバーイ。イエイ。